ストライクショット。こんにちは、妄想の中のサナパッチョトポナエです。本日はこれです。これです。じゃん、超絶アシュラーが来ておりますので挑戦してみようと思います。これは何でしょうか。これはアシュラ特有のブロックの塀に囲まれてしまった、はい、赤いショットガンを受けているグリーンリドラです。かなり辛いね汗とかじゃないよね。もうかなり辛い。私たちもこうならないように頑張ろう。行きましょう。はい、ということでこの4体でいきます。今日は我々も水属性のようなファッションで挑もうと思いますまあね、合わせてきたわけじゃないんですよ。合わせてきたよ行きます。よし、スタート。なんだろう、何が範囲だろう。上に行けなかったことだよ。間違いない。多分なんかあれだよね、次に行く前にある程度予想していかないといけないんだよね。多分行けるかな。予習はしている。水属性だよ、うちら。この通りだ。行くぞ。行こう。スタート。スタート。ボスはこのようなターンで攻撃してくる。心得よう。ボスまで行きたい。そもそも私でもアシュラ勝ったことないんですよ。最後まで。やばいよそれ。なのでパッチョ先輩ついていきます。やばいやばい。見えるとこは下を倒しつつ、よいしょ。おー、いい、いい。よし、倒した。天心様はもう上。そうですね、お上。このね、上の2匹のアシュラが、アスラが来るのでブロックは多めに見ながら上、大上。そしてランスロットも大上。多分重力バリアで、よし。おお、いいカンカン。うんうん、悪くないぞ。悪くない。むぬ、山竹様がお残りに犠牲になった。やばい。あ、でもいい。ちょっと焼けた。え、ゲージミスってた。密かに、密かに。あ、結構密かすぎる。密かに。これは下のやつは倒したいな。いけるかな。そうかな。よし、よし、ナイス。とりあえず1体はバイバイした。で、この子がピャッて横に。うわー、うん、2体食らってるね。このハートをちょっと育てたい。黄金色にしたい。黄金色にしたい。よし、ナイス。あのアグに黄金色にできないかもしれないこれぐらいの角度で。でも結果通りそうな人。あ、でも、取ってた。取ってたよ。まあまあまあ、きっとまた出るさ。生まれろ。ポッ、産む力はないんだよ。ないな。宮本さんすごいよ僕はハート生まれる。ちょっと集中力若くな。よし、すことができる。よし、ナイス。いっちゃった結構ね、次のステージにどうなるかっていうのを考えた上で、うん、前のステージを抜けた方がいいんですよね。結構いいですね。うん、ここは中にブロックの外にいたい。外側もみんな中に打つからですね。うん、ハートは育てたいけどな。無理かな。難しいこともあるよ、世の中。だよね。なんかな、当たってるという手応えがないんだよねシューって。あ、私だわよいしょ。まずこの鬼たちを倒しながら。お、いいね。よし、攻撃力高い。ふむ、まあ、どっちかって言って山竹さんは右の鬼が担当かなみたいな
雰囲気は漂っているが、シフト的にはね、右鬼のシフトに入ってる気がするけど、でも次で来るから左を倒しちゃうっていうのはありだ、まあ、確実にね、うん、なんか缶は当たりそうです。はい、よし、これで、あ、真上にいるとそういうことになるんですね。ショットガンの真前にいたみたいな感じかな。あっ、あー、リーチャーズしてもーた、ロボットキラーとしての仕事をやりましたわ。すみませんの、ダメだ、気を引き締めていかないと。気を引き締めて参ります。この赤鬼倒します。やべ、ゲージの一番右のところに指が。一旦帰ります。行きます。あと7秒6秒。はい、よいしょよいしょ、なんか当たってる。よし、先って言わないからか。うん、こうかね。暴れる暴れる、いいいいいい、暴れたよ、いいぞ、暴れるくんだよ。暴れるくんだよ。どうしよう。暴れてくる結果としては、あー、こちらに暴れましたか。こっちですか。これ本当にブロックが読めない。山竹当たればなんとなく。よいしょー、よいしょー。今のは弱点にだいぶいった感じ、うん、だいぶいった。キラー持ってたから良い良いね。これも攻める。うん、あれ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 、おお。これは攻める、攻める、攻めた結果ブロック怖いよ。これも攻める。まあ1ミリよってね。あ、違うわ、びっくりした。あ、まずまだね、まだまだあのエスカレーターも、あそこではないからね。ショットガンがバーってくるってことです。ここですね、まだこれカンカンってやりたい。うぃー、うまい、よいしょよいしょい。あ、残った。次はこの方かな。うん、暴れ回ればどっかに行き着くみたいな感じあるよね、うん、この辺は。次が左下にいたくないっていうオチがあるですね。でもまあ一旦ここはその意味であれだったら左から倒す方がいいかな。あー、確かに ね、左残すと左にどうしてもいなきゃいけないし、ちょっとでもうまく移動するってのはありですよ。これとりあえず倒します。ここから皆さん移動いただいてみたいな。うん、こっちの2人はもうここにいるとか、ここにいようかとか言ってね、スピードいうか乗っちゃってみたいなやってる。はい、予想通り、やー、なんで乗っちゃうの。縦でしょ今の、どう考えても。いや、嫌だってあんなに言ったのに。いや、最悪の位置。もうね、まあ、ちょっと狙うからな。どこのターンでショットガンが？ここ来るかな。でも剣士は逃げれますから。みんなを見捨てて逃げるなんてできない。ちょっとなんか右寄りにみんなをこういうやつね、うまくできるといいかも。えへへ、できませんでした。うーわー、ちょっとしかも左に押し込んだ。やばい、これはこうかな。その子でだいぶ押し込めるんだよ、あっさーくいったら。あっさー、あー、まあ2体かな、逃げれるか。あ、今一緒に受けたね、白馬か火球みたいなの。まあ、言うている前にやられるみたいなのがある。逃げた。お、逃げたんじゃない？これでゼロで。痛い。でも剣心で取れるんでね。うん。
を信じる、うん、でマッチショット狙う。あ、マッチショット狙ったのかな。狙えないか、その位置から。ちょっとハート取りまっせ。取ってください、ハート。キャー、バイバー。金にならぬが、もう1ターン待てるか。待てる。まあ、あれだよね、これ多分ホーミングだけだけどね。でもいい、取ろう。怖いし取る、うん、取ろう。あれ取らざる。でもあいつ倒したよ。あ、確かに、取ろう。結果オーライか。結果オーライな気がする。よしよしよし、いやー、おー、いった。あー、次なんだっけ。上に投げていけない。ブロックの上に投げていない。誰も、剣心様だけ上にいらっしゃいますね。白爆発がストライクショット。あ、でも打ってもいいし、来る前に、今ならまだスピードダウンしてないから、こっからでも逃げれる。マジ？で、打った方が逃げやすいか。逃げて、逃げたいけどさ、逃げられませんよ。威力ダウンしちゃった。これは、あ、横かな、あ、あ、こうかな、あ、こうかな。まあ速度ダウンしてるからいける。では悪夢が再び舞い降りているのではないか。なんで帰ってきちゃうの。あと2ターンで白爆発が来てしまうので、私ストライクショットを打つという手もある。あ、攻撃ターンを伸ばす。これ当たるよね。当たると思う。そして逃げる。逃げ切れない。スピードが、みんな逃げて上に。次何が、僕を残して。これはでも次何も来ない。こうか。いや、これいけるかな。こっちからかな。でも縦はいけない気がする。いけるか、縦でいこう。あ、やばいよ。逃げて逃げて逃げて詐欺。でもこれさ、角度つけてもさ、バレ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 ってさ、結局戻ってくると思うんだよね。そう、わかんない。このうまい逃げ方を教えてほしい。うまい。これどうだろう。あと2ターンで、2ターンできます。これでこんぐらいできる。よし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 。あー、それ上にの ブロックに当たるんじゃないか な。割と浅めで。あ、こうこう、うん、それこう。やっぱり当たってたかーい。何で下がるの。 あの一旦で来てない。どれだっけ、下っていった。1-1。みんな下にいる。ハートを取る。耐えれるかもしれない。ハート取ってー。ハート取ろう。ハート取ろう。こうだね。確実にな。あんなもんか。ブロックには気をつけろ。まずは。よし、取った。おーおーおー。よし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 。次はやばいのは、もうしばらくなんか全然来ないね。うん、全然来ない。けど、あのなんだっけ、メテオ。メテオが、8ターンで来るから、それまでに倒せればよい。逃げろ。いけそうな気がする。よし。次なんだっけ、次どこだっけ。左、次も上にいた方がいい。上。ナイスショットだけど。次、上だったと思う。上の
下にアシュラがいてショットガンを多分下に撃つんだよね。アシュラが上にいて、上にいた方がいいんだよね。そうだから下に撃つからアシュラの上にいるのはいい。でもケイシーはいけるんじゃない。俺だけは助かる。よしナイス、上に行った。でランスロットさんが、ランスロットさんは頑張って赤鬼の上とかに入る。こうかな、そんなもんかな。どうでしょうか。ナイス、速度ダウンしてるからいい感じ。うん、うわで、山竹さんは難しい。竹さんはストライクショット使わない限り無理だね。上まではいけないだろうね。こういう奇跡を描けたら最高だけど。それで描いてみる。うん、ショットガンはあと2ターン、うんうん、1ターンできる。ショットガンはあと1ターン。じゃあこれはこんな感じかな。そうだね、赤鬼の上に入れたらハッピー。逃げて、あー、そっちに行くの。なんでー、やばい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 。あ、キーハート出た。え、てか育った。あとは8ターンでマシンガンがまた来る。そうだね。で9ターンでメテオが来る。だからそれまでに倒さないといけない。まだハートは取らなくても次下級で6000ぐらい。1秒危ないこの鬼を倒したい。鬼の攻撃は結構痛いんだ、ね、ショットガン普通に撃ってくるからね。うん、いやそいつだ、めっちゃハートに恵まれている。私たちに勝てと神は申している。神は申している。申しておるのじゃ、申しておるのじゃ、申しておるのじゃ。よしよし。で次火球は来て大丈夫だ、大丈夫だね。ただ7が来たらもう終わりなので、うん、早く倒さないといけないのは確か。ガンガン行きたいね。ガンガン行きたいね。ストライクショットを使ってもいいんじゃないかぐらいの。カンウさん、これで一旦ここで、あ、使う？使おうか。なんだっけ。最初の敵で爆発だから使ってもいいやつか。いった。我が清流塔の前に敵はなし。うわあ、いったいったいったいた。あれ、そっち行っちゃった。そっち行っちゃったよ。でもまあ、よい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 。で次多分剣心でも行きそうだ。ハート取りたいね。うん。次左側にどうにですか。行かないし、右だし、やばいし、威力ダウンしちゃった、まあ、もうでもちょっとでもかすればいいから、ハート取れたらいいな。みんな右。なんでこうなっちゃうの。みんな右。全然さ、運がないよね。なんか運なのかな。でもハートは結構出てる。ワッチはとりあえずあちらに行ってください。行けますよ。スピードダウンしてるのいいことに。だからバン、あっちに行く方法はないのかな。ブロックがね、ほんと読めないんだよね。嫌だよ。かあ、うまい、よし、逃げた逃げた逃げた。ないと剣心は2で来るから上から逃げる。うん、ほら当たってないよねブロック。うん、でもちょっと読み切れないんだよねこのブロックの。うん、うまい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 。なんか自分の大きさもうん、次で逃げたいよランスロットさん。それかもうストライクショットで貫通でシャキシャキして向こうに行くとか。そうだね、うん、撃つわ、撃とう。でも威力ダウンし、あ、じゃあスピードダウンしてるから。あ、そっか、こんなもんでいけないかもしれないけど、ハートを取る、うん、いけ、ストライクショット、取った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 、いけいけ、あー、取っちゃった。でも耐えた耐えた耐えた。
次左上、右上は火球だから、そこ挟まってレーザー倒せないのかな。倒したいね。うん、おーいた、ナイス。次がこれでカームで、まあこんな感じでいくか。うん、どうしようかな。反射レーザー倒せつ、もう直殴りしたいよね、カームは。よいしょ、いいいいいい、あーちょっと触れちゃった。7ターン以内に倒さないと、うん、沈止する。おお、おいしゃ、細かい刻みがすごかったみじん切りのごとく。これバッティカルがだいぶバッティカルと、よし、あおお、やばい、山竹上に行っちゃった。上にシールドがいるからそっちも方向に行っちゃった。この子が次だから、うん、とりあえず当てて、このブロックに当ててどっか反射して、うん、お腹いことにダメージオールが出てきた。よしよし、やった。次は上もうことごとくちゃうとこいるな。なかなかね、理想とはね、うまくいかないもんですよ。ショットガンだよね。だからこういうショットがいまいち溜まってない。13ターンまでに皆さん溜まるけども、あー上に行きたいよ、上に。あ、でもちょっと食らうかな。こうとか無理かな。斜め行く、うん、か縦で行く。あ、確かに縦でもいいけど、どこで止まるか分かんない。でもまあ斜めもどこまで行くか分かんないから、もう、あー下まで行っちゃう、行っちゃったか、行っちゃったね。次でも6ターン、いや2ターン で、でマシンガン、マシンガン来るからここ超受けるんだよね。やば、これやばい。これでもこれはちょっと、これで行くしかないよね、行くしかないよね。あ、どうなるかな。みんなで仲良く行ってしまうやつか。あ、ストライクショットでみんなを押し上げて、うん、押し上げて、威力ダウン、あ、スピードダウンしてるかけども、ちょっと下目を触って上に上がったな。あ、でもいいいい、上がった、だいぶ上がった、上がった、痛い、いける。でも、あ、でも次剣心打てるから3ターン伸びるよね。伸びるってことは、これはこっちかな。山竹がシールドか柱かって感じだな。そうだよね。あー、シールドだった。マジか、かなり柱に近いかなと思ったけど、撃って撃たざるを得ない。ハートは出てる、これいけるんじゃないか。いけるない、私、クリアしたい、お願いします。なんだっけ、なんだっけ。あ、でもいい、これで11ターン伸びて6になって10になったから、ちょっと席に行こう。どうしようかな、まあ、なるべくまあ上目にいて攻撃するのがいいっちゃいいよ。でもみんなに当たってもいいけど、うんうん、右の方に行って、はあ、それがあと2ターンで、おい、いいけど、よいしょ。いや、また結構足場じゃない。うん、今またシートに行った。うん、うん、な、波上がって、上にカンカンかな、こうかな、うん、上にいた方がいいから、あ、このような具合ですな。打てる、うん、来た、弱点、ここここまで、こうかな。ブロックの平面なところを使って当たってください。弱点で爆発、我が清流島の前に敵はなく。嬉しい嬉しい嬉しい、初めてだよ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 、初め
ちるかな落ちるかな落ちない落ちて落ちて落ちてパナイ初クリアゲットなるか落ちて落ちてなんか出ないよねなんか出ないよねうちらおお悔しい勝てたよ髪の毛がうちらいやさっきこれ実は3回目のプレイで1回目はボスいけたけど2回目はもうってもう雑魚にやられるみたいなちゃんと逃げ切れずそういやー3回目やってよかったねよかったていうかあれだねストライクショットバンバン打っていいんだね、うん、打った方がいい2回打てるんだうんだからアシュラの背すごい長いんでなるべく惜しまずに打ちましょう、うん、もうピンチはもう打った方がいいですねピンチはチャンスうんもう一回打てるうん全然いやーよかった落ちなかったけどね、はい、落ちなかったよね落ちない、まあ、大体なんか場所はねあの私たちが言ってたように上にいたい下にいたい右左にいたいみたいなありつつおお初めて感出てる初クリアよしなるべく前のステージで次のどこにいたいみたいなのを ね、うん、いいねうまく入れたらプロですよねプロですねまあそこまでできることごとくダメだったけどなんとかなりました、はい、というわけで超絶アシュラ挑戦見事勝利しましたご視聴ありがとうございましたではバイバイ、 バイバイ次はゲットするぞい、うん、ご視聴ありがとうございます超絶キャストからご覧の方は概要欄にあるリンクから YouTube のモンスト公式チャンネルのご登録をお願いしますYouTube からご覧の方はチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。モンスト公式動画ポータルサイト、モンスト超絶キャストではモンストの動画がたくさん集まっております。ぜひ動画概要欄から見に来てくださいね。では、よろしくお願いします。